インザハウス、インザハウス、インザハウス、よしおぶいろくです。こんばんは。本日は今ある劇場っていうもの、ライブハウスやショッピングモール、さまざま娯楽っていうものがありますが、そんな娯楽がこの自粛が続いていってしまったらなくなってしまうんではないか、そしてそれを救うためにはどんなことをしたらいいのかっていうお話をライブ配信の時にお話しさせていただいて、みんなの意見をもとにまとめさせていただいて動画を撮らさせていただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして本日は僕一人ではないです。本日はコラボ動画ということで、タッチーさんとですね、はい、僕の親愛なるタッチーさんとライブでつながりながら、はい、行かせていただきますので、どうぞ最後まで僕たちの会話をもとに、こんなこといいんじゃないかっていう体でコメント欄にはその意見というものをいただけると嬉しいです。では行きますよ。はい、タッチーさんでございます。よろしくお願いいたします。どうも、タッチーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕もですね、ちょっと吉田さん同様ですね、初めての方もいらっしゃると思いますので、ちょっと説明させていただきますと、はい、新作旧作ともにですね、映画のレビューなんかやっておりますので、よかったらよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。で、本日は、この間ライブ配信のときのお話しさせていただいたんですけれども、はい。映画館ってさ、やっぱり今、お客さんが行かない限り永遠にお金生まれないじゃないですか。はい。で、都内の給付金ということで、人とは別の、例えば劇場を、1社じゃなくて2社、3社、1箇所じゃなくて2箇所持ってる人は100万円給付してもらえるとか、いろいろあったじゃないですか。で、辺は俺は事業者じゃないからちょっと分からないんですけれども、映画館って例えば 1個しか映画館持ってないところは50万円しかもらえないわけじゃないですか。例えば50から100とか200だったよね、確かね。お金の金額って分かんないけど、それが例えば多くても200万とか100万とかその世界じゃないですか。そしたら配給会社とかそっちの方にはお金がどのくらい入ってくるのか分かんないんですよね。そうですね。で、劇場っていうものがある、そこで映画をやらない限りは売り上げが生まれない。そうすると配給会社にお金が回らない、映画館にもお金が入らない。それを維持していくのっていうのがすごい難しいことだと俺は思うんですよね。はい。そうしたら今このコロナウイルスに対して、今ある例えば動画配信サービス、 Amazon プライムや、ね、なんだ、Netflix とかいろいろあるじゃないですか。それがチャンネル、そのチャンネル登録というか配信サービスに登録してる人が爆増してるらしいんですよ。要するに表に行かない自粛モード、映画は見たいけどレンタル店に行くよりも家で見ることが多い。はい。それでその登録をして見てるって方がいらっしゃるんですけど、昔さ、福島フィフティの時に最新映画をパソコンかなんかで見れるような感じで配信したのを覚えてるんですよ。なので、例えば4月、5月、6月、さまざま映画やっていきますけども、もちろん今の期間だけです。劇場っていうものがもし復活することができたら映画館で見るんだけども、それを配信したらいかがかなと思ったんですよ。で、しかもその配信っていうものは、無作為に、例えばネットフリックスみたいにずっと配信してると、例えばチケットが1800円とかだったら、価値がないんですよね。本当はまあ、だから1800円払えばいつでも見れますよっていう感じでもいいと思うんだけども、ネットに疑似的な映画館を、劇場を作って、例えば500人、1000人、それで例えばどこかの映画館で、例えばランボー5を上映する。10時、12時、2時、4時とか感じで、1日何回かに分けて、本当にその時間のチケットをネットを通して購入して、そのお金は映画館に落ちるわけじゃないですか。で、もちろん配給会社にも落ちたりとかして、その中で分配していただいて、そうすれば、休みの日に合わせて家族がテレビの前やパソコンの前で、映画を見るっていうことを、劇場に行ってやることを同じことができると思うんですよ。で、この前、それを配信、まあ動画配信、ライブ配信の時にお話しさせていただいたら、映画館っていうものは、要するに、チケットだけじゃ食っていけないと。飲食とか物販を購入して、で、物販っていうのはパンフレットとかそのアイテムっていうものは委託販売だから、それをいくら売ってもあんまり売り上げがないと。だからポップコーンだとかそういうジュースとかを飲んでもらえない限りは、ガソリンスタンドと一緒ですよね。ガソリンスタンドもガソリンを入れてるばっかりじゃ儲かんないから、そのついでにいろいろ見て
例えば車直したりとか、そういうオイル交換したりとか、そのタイヤ買ったりとか、そういうことをしない限りは生きていけないっていう場所があるじゃないですか。で、劇場に関しても、例えばじゃあチケットだけ売ってみたら儲かんないから無理だよっていう話の方もいらっしゃったんだけども、全く落ちないわけじゃないじゃない。まあそうですね、そう、ゼロか1000つったら1000の方がいいわけであって、その1000を分配したら国からもお金をもらいながらそれをできた時に、だ普段から俺の行ってる劇場なんかっていうのはたまにあの2人とかの時もあるんですよ。1時間にいてで、ほとんど貸し金の状態で、じゃあ映画やってます、平日です、例えば3600円しか稼げないわけじゃないですか、映画館を上映しててもアルバイトいる状態で。そしたらインターネットでやって2人よりも5人10人いた時に、それ以上の俺売り上げ見込めるんじゃないかな。もちろん都会の渋谷とかそういう新宿とかものすごい混む映画館はネットにしたことによって売り上げ落ちるかもしれないんですけども、下町の映画館っていうのはね、できる。僕の地元でやっぱ映画館も、はい、やっぱり結構演出なんかだと、まあ、2人3人とか、はい、結構そういうとこも多いんですよね。はい、なのでそれを考えたら、やっぱりでも実際映画館やる場合はどうしても人件費もやっぱりスタッフの人件費がかかってきますけど、そのさっき吉尾さんが言ったようにネット配信すれば人件費はかからずに、まあ、プラスで、まあ、多少なりとも売り上げが入ると、はい、はい、いうことなので収入が見込めますので、やっぱりやるのはかなりプラスになるんじゃないかなという今言います。ですよね、ありですよね、うん、はい、でしかも物販をもし売りたいとか、チェロスが売りたいとかポップコーン売りたいってことであれば、ポップコーンってさ、あれ温めてマイクポップコーンって言って出来上がってる状態で販売するわけじゃないですか。そうですね、そのさ、映画の下のところにポチれる場所があって、それをポチった時に、例えば家に来てあのフライパンでやるようなポップコーンの素があったりとか、そういうものを購入できる。だから映画を見ながら一緒にそのネット販売をしてしまうようなサイトを一つ作れば、簡単にある程度俺売り上げ見込めると思うんですよね。それをちょっと思ったんですよ。でそれを思って話してたら、だからこんなことねえかなと思ってたらですね、実はですね、その次の日に友達から LINE でニュースが来まして、実際にそれをもうすでにやってるんですよ。やってるというか、やると。俺知らなかったんです。ちょっと読まさせていただきますね。新型コロナ、ネット上で映画配信、鑑賞料金を分配、川越スカラ座など全国のミニシアターを応援です。はい。要するに新型コロナウイルスの感染拡大で休業を余儀なくされている小規模映画館を支援しようと、全国的に様々な取り組みが始まっている。インターネットを利用して支援金を集めたり、新作を配信したりして全国のミニシアターを応援することもので、埼玉県内では川越スカラ座、川越市で深谷って、深谷シネマって何、新深谷市かな、深谷シネマ、深谷市ってあります？深谷市ですか。深谷市が対象となっている。クラウドファインディングミニシアターエイド基金は、深田庄司監督らが、発起人となって立ち上げたプロジェクト、13日に発足し、3日間で支援金が当初の目標額の1億円を突破。目標額を最高3億円まで段階的に上げ、5月14日まで受け付ける。24日現在で約1万7000人から約1億8300万円が寄せられている。支援を受けるミニシアターは、北海道から沖縄まで111劇場、95団体、24日現在県内からは川越スカラ座と、深谷シネマが参加している。集まった支援金は経費を差し引き各団体に分配する。これはまあ、映画館でデジタル配信をしたときに、その映画が配給会社に料金が分配されるだって、観客が選んだ映画館とその映画の配給会社に料金が分配されるシステムみたいですね。そうだね。だからこれさ、東宝シネマスとかやってくれたらもうバンバンだじゃないですか。そうですね。で今やってる。だからさ、ちょっとここでお金出しちゃってインターネットのホームページ1個作ります。なんだこれは、すいません、今iPhone で撮影してるもので電話がかかってくると切れてしまうんです。申し訳ありません。はい。で東宝シネマズとかが
例えば今4月にやってる映画、5月にやるべき映画っていうものを普通にさ、ネット上に映画館作るじゃないですか。そこで劇場公開のやつをやって、あ、今日何見ようかなっていうのが、だ、動画配信を見るよりも楽しいじゃないですか。だって、ね、で1日何回かっていう感じで、例えば1800円払っていつでも見れますよっていう感じにするのか、例えば本当に10時からの部、14時からの部って時間を決めてポチるのか、それはそのシステムを作る人たちに任せますけども、そこでお金が生まれて配給会社とともに分けることができれば、だって今お金がない、映画公開しました、映画館にもちろん人は来ると思うけども、そこまでの売上が元から見込めない映画ってものもあるじゃないですか。そしたら配給会社は潰れる、次の映画を購入することもできない、どん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 縮小していって新しい映画が見れないっていうことになった時、すごい寂しい思いをすると思うんですよね。で、募金とか、まあそういうさ、例えば T シャツ購入したりとか募金とかいろいろあるじゃないですか、クラウドファンディングで。で、俺もちょっと1回1個だけやったんですよ、ミニシアター系を助けるっていうので、2000円ぐらい募金したんですけども、本当にそこに行ってるかどうかメールの返事すらもないんで分かんないんですよね。ああ、そうなんですよね。募金ってやっぱ怖いところがあって、本当に確認のしようがないよね。そうで、はい、ここに行き着くには、なんで今それをやるかっていうと、未来券だとかさ、未来の食事券とかいろいろあるじゃないですか。例えば先にお金を払って、例えば何月何日これが収束した後にそれを持っていけば行く。だけど例えば50人100人500人と未来の映画のチケットを持った状態でその時に行ったら、俺全員が全員その時金が潤っていて、例えば映画っていうものはチケットを持ってるだけよりもポップコーンとかジュースを買って初めてそこで売り上げが結構美味しい思いができるっていう話じゃないですか。チケットだけだったら儲かんない。だけどその時みんながチケットを持ってるけど財布の中もうすっからかんでお金なかったら落とさないっすよ、金を。そうです。でこれは今例えばお金がある人でもこの後どうなっていくか分かんないってものが危惧されてるじゃないですか。やっぱり怖いじゃないですか。なので前もってそのチケットに食事券がついてくるとかいろいろやっちゃってるとかありますけども、その時その方たちが来た時のお金は生まれないわけでしょ。ですよね。だって家族の方ってさ、例えばさ余裕がある人だったらいいですよ。例えばそのチケットを買ってその時行った時も久しぶりに楽しいからお金落としてしまおう。だけど通常にそんなにそこまで全てのお金が使える人っていうのはなかなかいないじゃないですか。家族連れでも難しいですよね。子供連れて前売り券買ってる、チケット買ってる、そこにポップコーンの券がついている、行ってみました。でも、その時お金を落とさないで前売り券を使ってみるから、もうすでに何も無料で1円も落とさずに帰ってくるってことがあるかもしれないじゃない。でも、このインターネットのシステムのものをやれば、今すぐにお金が入るシステムなんですよ。しかも、その場で生産が終わってるから、未来券とかそういう話じゃないんですよね。今あるものを、今持ってるものを、ただリアルタイムではなくネットっていう場所に移しただけでお金が稼げるシステムっていうものは、俺はどんどんちょっとダメ元でやってみてほしいんですよ。そうですね。そう、さっき言ったように、その先の経済自体がやっぱり危ないというか、やっぱり結構やっぱり今現時点でも結構仕事なくしてる人結構いますし、いるよね。未来券の、その、まあ、いざその使うときになって、本当にそこでお金さらに落としてくれる人がいるのかどうかっていうのは、結構、これは不安な部分の方が大きいと。めちゃめちゃ不安だと思うのぞ。で、テレビとかでさ、最近さ、例えばさ、前はさ、このコロナっていうものが、要するに暑い季節、夏の季節になると、はい、温度に全然関係ないから、夏になっても終わらないですよって言ったにもかかわらず、急にここ2、3日テレビで、もしかしたら暖かい季節になると菌が弱まるとか勝手に言ってるんですよ。ニュースで見ましたね。そう、だけどもアメリカのニュースとかを見ると60度で熱しようと何しようと死なないっていうのをやってたりとか、またこれあんまり言わないけど 3.11 の時みたいに日本と海外のメディアの発表するものが全く違うんですよ。そうですね。そうで、例えば今100人に落ちました。今日なんか東京も30何人だったんですよ。これって感染者100人超えだったものがどん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 少なくなってってるじゃないですか。
これってもしかしたら無理やり5月なんかにまた戻そうとしてるのかなとか思って、なんかそういう匂いを感じますよね。そう、だいいですよ、やり方が極端なんですよ、なんか、うん、なんか急にガクッとなんか減ってるので、そう、それはさ、人少なくなったから減るのは当たり前なわけじゃない。はい、だん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 自粛してお店もやってない、どこも行かない、どんどん感染が広がるのが少なくなるっていうのはあれだけど、残ってるわけだから、はい、これっていうものはまた同じようにしちゃったら元に戻るだけだと思うんですよね。そうですね、はい、うん、だからね、どういうふうに向けて動いてるのかっていうのが全く分かんないから、やっぱり、はい、その自粛モードが解けてその時稼げればいいやっていう甘い考えをもとに未来を見るんではなく、今すぐにでも、例えばじゃあ3日後、1週間後に世の中が普通に自粛が解けて普通にお客さん来るようになるだろうとか思ってる状態ですらも、はい、今すぐにでも稼げる部分っていうのを見つけてやった方が俺は良いと思いました。そうですね、うん、今月のもらえる給料が決まっていてもそれ以上に何かをするっていうことが多分これから先必要になってくると思うんですよ。例えば今月大丈夫でもその次の日にダメになる可能性もあるじゃないですか。怖いじゃないですか、こればっかりは。なのでそういうことを考えていって、僕のまあこれあるんですけれども、劇場でやってる新作映画ってものをネットで配信な形で、そしてもネットの中に映画館を作るような気持ちで、うまくですね、こうプロが作ったもので対してお金を払うことができれば、その場で生産ができて未来券みたいに怖いことにならないんじゃないかっていうお話を本日はさせていただきました。はい、じゃあタチさんありがとうございました。はい、え、今日はですね、ちょっと真面目なお話になりましたけども、この後はタッチさんのチャンネルに出演させていただこうと思いますんで、この後も撮影続行いたします。それではお疲れ様でした。このチャンネル、タッチさんのチャンネル面白かったらですね、コメント高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではタッチさん、じゃあいつもの決め文句でいいですか。親指を出していただいて、 I'll be back です。 I'll be back 合わないねお疲れ様でした。Cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine. Gonna hold you tonight, oh yeah.